いざ鎌倉博多座前から姿を消し観光営業は撤収したものの翌11月は従来から継続している七五三記念撮影営業や結婚式送迎当月実績休件イベント出張であっという間に過ぎていきましたしかしその後迫っている長い冬の閑散期のことを考えるとこれから先どうやって飯を食べていこうかと 気がりでではありませんでしたこの頃の私には博多で開業したことに対する後悔の念さえ芽生えつつありました約4年の間自分の理想を追いかけてきたわけですが本業一本で自活できるだけの市場を開拓することはできず目先すぐに事態が好転するとはとても思えませんでした今更ながら他の同業者と同様いわゆる観光地での 営業展開がないことには今後の見通しはは立ちににくいいのではという考えに至りました一つの解決策としてすでに観光人力車の存在する場所に移住してその場所で既存の同業者と共存共栄しこれまでわずかながら開拓した博多の市場は別のスタッフもしくはこれまで関わりのあった方に任せるという選択肢もありかな。 という考えが頭をたたげました改めて日本全国の人力車マップを分析リサーチした結果まだ可能性を秘めた人力車空白地帯の候補として鎌倉の土地が急浮上しました覚悟を決めた私は12月3日朝10時5分福岡空港発の飛行機に飛び乗り一路鎌倉を目指しました当時の鎌倉では 有風亭の青木昇さん、人力車業界の最古参先駆者とおっしゃる方がバイトを含めた45名のグループで観光人力車を営んでおり他の業者はこの時点でままだ参入ししていませんでした既存業者の存在するまだ開拓の余地のある観光地で個人タクシー事業者のように新たに開業するというのが私のかなり突飛な構想でした。 まずは鶴岡八幡宮まで出向き八幡宮前で待機しているいと一目でそれと分かる風貌の男性に恐る恐る近づいていきました定調に自己紹介したところ近くのカフェで話を聞いてもらえることになりました話し始めた当初青木さんは一旦は私の希望を受け入れ快く迎えてくださるように 思われまし,たしかし博多拠点での仕事で4年の間に年間婚礼件数が50件になった旨を話した頃から雲行きがおかしくなりました「せっかくゼロから作り出した市場を放棄するのはもったいない」とか「もし鎌倉を拠点にやるなら自分のところの最下位の弟子大学生バイトよりも下の位置から始めてもらわなければいけない」といった話まで飛び出してきました。 切羽詰まっていた私は先方の条件を全て飲んでもいいと返答しましたがそれ以降の青木さんは私の申し出をかたくなに誇示されました結局交渉は決裂しかすかな望みを持って飛び込んだ鎌倉拠点構想はもろくも崩れました目の前の扉を全て遮断され八方塞がりの心境で福岡へと戻り表面上は 例年と変わらぬ慌ただしい年末年始の日々を過ごしましたこの頃私は長い間通してきた論議をバッサリと切り普通の髪型に戻しました本来全く癖のないストレートヘアがいつの間にか天然パーマのような癖毛に変化長期間にわたる強い精神的ストレスがその原因であろうことは容易に想像することができました